同じ日に父、おでんを失い、母をも失い、ある日突然全てを失って、兄は20年後に帰ってくると言われても、そんな雲をつかむような話に希望なんて持てなくて、当時は生きる気力さえ失っていました。お前も未来に飛んじゃダメだったのか。兄か私か片方に何かあった時、光月の血が途絶えないようにと。酷だなそれは。だけどそんな私を父の家臣カッパの川松が辛抱強く心を支え育ててくれたんです。カッパ？はい、妖怪なんて信じがたいんですが、本人がそうであることに誇りを持っているので。城が燃えた日、八方を敵に囲まれるも、お堀から水路を通って人知れず脱出。姫、しばし辛抱を。父を、母を、兄を失い、ショックで口も聞けなくなった私をいつも明るく励ましてくれて。姫、カッパ踊りでござい。あ、それカッパッパーカッパッパーカッパッパーのパーカッパッパーカッパッパーカッパッ。ささ、召し上がれ姫。川松もお腹が減っているんでしょ。いや、拙者腹の調子がちと悪く、それゆえこのような音が。せめて半分くらい食べてください。いやいや、先ほど焼き魚が川を泳いでおったゆえ。焼き魚が川を？さよ、カッパと三枚におろして拙者先にいただき申した。自分は食うや食わずで私に食べさせてくれて優しい川松が全身全霊で守ってくれたおかげで、次第に私も笑えるようになりました。